こんにちは。台湾観光親善大使目指すマンです。2024年1月13日に台湾の総統選挙が実施されるわけですが、国民党と民衆党の間で総統選の候補が一本化されることが決まりました。世論調査の結果を受けて統一候補を決めるということですが、最新の世論調査がどんな感じなのか見ていこうというのがこの動画の趣旨です。了解です。台湾民意基金会という団体が10月24日に公表した世論調査の結果を見ていきます。まずは総統選で誰を支持しているかというところですね。グオ氏の立候補が確定的になったので、4社の支持率のグラフを見ています。現状では民進党の頼氏が一歩リードしています。そういう状況なため、冒頭の候補一本化という話が出てきたわけです。空氏か方氏か、どちらが統一候補になるかはまだ分かりませんが、片方の支持率がいくらか流れ込めば勝てる見込みがあるということで一本化をする状況です。そのまま輪にはならないですよね。そう思いますね。では別の調査結果を見てみます。蘭梅風に対して賛成かどうかという調査です。蘭梅風とはざっくり言うと国民党と民衆党の協力のことで、半分ぐらいは賛成となっています。また別の調査ですが、民進党政権が2024年も続いてほしいかという趣旨の調査で、半数以上が続いてほしくないと思っているようです。これらを踏まえると、候補の統一で票がそのまま輪になるとまではいかなくとも、半分ぐらいは流れ込むことが予想され、民進党的にはなかなか厳しい戦いになるのかなと思います。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。